柴田昇慶柴田昇慶明治43年8月2日は日本の科学者、薬学者、柴田慶太、有事の父、官方医である長坂修治の次男として名古屋に生まれる。兄に漢詩人、初家の長坂医師がいる。終わり範囲、柴田昇喜びの養子となり柴田家を継ぐが、昇勝らは医師を志さず、科学者、薬学者の道を選ぶ。明治二年。 終わり班に選ばれて更新生となった。2年後、文部省の命令でドイツに留学し、ベルリン大学のホフマンの下で有機化学を学び、ついでミュンヘン大学で薬学、衛生学を学んだ。明治7年に帰国して、東京医学校の初代製薬学科教授に就任する。百科全書の翻訳事業に参加して、資質学、火炎編、太鼓史の翻訳を担当した。 その後、文部省衛生局市役監督、東京、大阪両市役所長を歴任するが、病気がちのために退官して、囲碁長術活動に専念した。また、当時すでに官職ではなかったが、明治19年制定の日本薬局方及び、改正日本薬局法の編纂に携わった。 明治36年薬学博士、胃がんをあずらい明治43年8月2日に、自宅で死亡。墓は、東京都新宿区の広告寺と名古屋市畜作の大坊寺に分骨されている。柴田昭慶の著作は、以下の通り。八数、同名、美衆範囲柴田昭、喜び沖縄とその家系について、官報の臨床1996年43巻。 4号、P737 から739、日本薬局型縁閣略記、第15改正日本薬局法2006年、P1、薬学博士、柴田昭景1910年8月3日、東京日日新聞、新聞修正、明治編年史。第14巻、近代日本人の肖像、柴田昭景国立国会図書館公式ウェブページ。 東京大学薬学部図書館、薬師学文庫収蔵図書リスト2006年2月図書、整理番号追保、日本医薬師学開講式ウェブページ、ありがとうございます。